皆さんご存知だとは思うんですけど、 IoT という言葉は非常にこう広範囲なので、特にソフトバンクという名前を出すと、逆にこう、モバイル回線でつなぐっていうような、まあ、そういう、 こう印象をお持ちのお客様も非常に多いと思ってます。なので、逆にそうではなくって、全方位的にやらせていただいてますし、やはりこうその価値化の観点から IoT は取り組ませていただいてますよというようなご紹介をさせていただきます。でそうするとやはり、こういうことを考えてるんだけどとか、取り組んでるんだけどなかなかうまくいかないんだけど相談に乗ってもらえるのかですとか、まあ、そういうふうなお声をいただくので、まあそれであればちょっとワークショップをしましょうかということで、プロジェクトを進めていくことは非常に多いです。ただまあやり方としてはワークショップですので、まあ、何か資料を用意して、説明をするというよりは、まあ一緒になってこうホワイトボードに、落書きをしながら、未来像ってこんな形がいいんじゃないのとか、じゃあこうやったらできるんじゃないのっていうような、どちらかというとこうクリエイティブな形のワークショップをやらせていただいてます。実際やっぱりお客さんの悩みが、まあ非常にこうある領域に絞られていたりだとかっていうのがあるんですけども、じゃあそこだけ対症療法でやればいいのかっていうところは実はそうじゃなかったりはします。なので我々のワークショップの中で、全体像が非常にクリアになって、分からなかったことが分かったよ、だったら、対応するべきはここだねっていうふうにこうすっきりして帰っていただくことは、非常に多いですね。はい、どちらかというとこう実現するところまでお客様とご一緒させていただくっていうところがまず、我々の授業ですので、絵を描いて終わりではなくて動いて効果をこう感じていただくところまで、パートナーとしてお付き合いいただきたいと思ってます。 IoT に取り組むタイミングという観点ではまず、まさに今年がいいタイミングかなというふうには考えてます。いろんなテクノロジーもどんどん出てきてますし、ユースケースもどんどん、世の中の中では広がってます。なので、できることもどんどん増えてますので、ぜひ今年IoT の取り組みは本格化していただきたいなと考えてます。